in 東京。今夜も始まりましたキッスイン東京。お相手は私タマです。朝まで4時間まったりゆったりお付き合いください。実は最近占いに行ったんですけど、恋の予感だそうです。やったね。でもいざという時に心を閉ざしてしまってチャンスを逃してしまうんですって。これはいかん。私に必要なのは告白する勇気。でも告白って勇気いりますよね。そんな経験ないですか？そこで今夜はリスナーの皆さんから告白エピソードを教えていただこうと思います。そこのあなた、あくびしてる場合じゃないですよ。心温まるエピソードはもちろん、面白いエピソードも期待してますよ。じゃんじゃん送ってくださいね。さて、今夜から明日にかけて見頃のこと座流星群。東京でこんなに美しい流星群が観測できるのは稀なことみたいですよ。流れる星に願いをかけると、その思いを星が叶えてくれるっていうのはみんなも知ってるよね。告白できずにいるあなた、とっておきの願いをとびきり美しい流星群に今夜は打ち明けてみてはいかがでしょうか。私の思いが入江くんに伝わりますように。急いでるから、じゃあ後で。入江直樹様、はじめまして。入江くん、私は F 組の相原琴子と言います。あなたは私のことを知らないでしょうけれど、私は知っています。母と共にこの会場に向かって歩く道すがら、桜の花や春の花々を見つけるたびに、まるでどの花も私たち。入学式の挨拶をした入江君の知性とかっこよさに憧れて2年間。同じクラスになる望みもないので、思い切って私の気持ち手紙に書きました。初めて入江くんを見たその時から、まるで流れ星に打たれたみたいに特別な気持ちが私の中で生まれて、ことが好きです。いらない。あっけなく散ったかのように見えた私の初恋。嘘。
でもここからとんでもない奇跡のような出来事が起こるのです。ねえ気づいてる、私はアップデートしているよ、いつか届きますように。本当の気持ちってどこにある、避けられても好かれてもいないなんてつまんないでしょ。こんなに何度も同じこと するかな、振られるって分かってるじゃん。万が一ってことが、もしかして、もしかしたら私のこと気に入ってくれるかなって。やった、そんなことあるわけないじゃん、あの入江直樹だよ。ことこも知っての通り、うちの学校のクラス分けって偏差値順じゃん。入江はトップの A 組の中でもぶっちぎりのナンバーワン、それどころかこの前の模試では全国1位。 You see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. Knowing is not enough. You must take action. IQ は200って噂だし、生まれながらの天才で、あのルックスで、しかも社長の息子。英語もペラペラらしいよ。運動神経も抜群で、まさにスーパーボーイ。それに比べて私たちは F 組、まあ言ってみればこの学校の底辺の落ちこぼれ。あいつとは住む世界が違うんだよ。でも私だって頑張ったんだよ。1年生も2年生も3年生も入江君と同じ A 組になれるように努力はしたつもり。
何よ。ねえ、ことこ。あんた、アルファベットってわかるよね。うん、当たり前でしょ。だったら数えてごらん。A と F の間にはいくつ文字がある？ A、B、C、D、E、F。 その通り。まあね、F 組だったあんたが A 組になるなんて奇跡。宝くじに当たるよりありえない。真夏に雪が降るよりありえない。流れ星に打たれるよりも。え？なんだって？ああ、なんでもない。とにかく入江とはすぐ世界が違うんだよ、わかる？そうだけどさ、せめて高校生活が終わる前に私の気持ちをちゃんと伝えたかったのよ。甘い！けど正確にナーリだって有名でしょうが、女に全然興味なし、これまで玉砕した女子は数知れず、高校生活で浮いた噂は一切なし。ないんだって。そうそう、世の中にはさ、コトコにふさわしいもっと普通の男がきっといるはず。コトコ、おいコトコ、おいコトコ、コトコ、ほら、あらわれた。おいコトコ、おいコトコ、お前 A 組の入江に告白して振られたってほんまか、ほんまか、ほんまなんか。キンちゃん近い。お前、あんなガリ勉野郎が好きやったんか。俺というものがありながら、私別に金ちゃんのものじゃないもん。がーせっかくコトコのために朝から金ちゃんお手製のたこ焼き焼いてきたのに。くそ、へ食べる。はよせ金ちゃんのたこ焼き。開けます。早く。パカン。ほらほら、青のりもたんとかけや。まあ、かけ、かわり見早いね、あんた。ま、金ちゃんは料理だけは得意だもんね。だけってなんや。コトコに対する思いだって誰にも負けへん。たとえ A 組やろうと天才やろうと、入江の野郎なんかには負けへんで。あいつコトコを振るなんて許せん。これは俺に対する挑戦状や。あの男ちょっといい気になってるんや。もういいよ。みんなが言う通り、私が無鉄砲だったの。だって手紙も読んでくれないような男ダメだよね。私男見る目ないや。だからもう平気、諦めちゃう。コトコ、あんたこのタイミングで。だって昨日徹夜だったんだもん。手紙に誤字脱字があったらさ、バカにされそうと思ってさ、私自分の名前の漢字も調べちゃったよ。そんなバカな。それくらい緊張してたの。今朝なんて朝ごはんの音通らなかったしさ。だから金ちゃんありがとう。これでなんとか午前の授業も持ちこたえられそうだわ。
コトコは笑顔でおるんが一番や。たこ焼きなんかなんぼでも作ってやるさかい。はよう元気になりや。うまっ。お前らどさくさに紛れて食いすぎや。いや、てへって、お前ら可愛いな。そのままかけよ。ねえ、マヨネーズかけて。コトコが一番可愛いけどな。もう完成したんだっけ。うん、日曜日に引っ越し。あー、ついにマイホームか。いいね。そうね、なんかいい気分転換になりそう。あー、そうだね。住むところが変われば運気も変わるって、きっといいことがあるよ。うん、そうだよね。そう信じる。 I believe だね。 I believe だね。 I believe。 今度手伝いに行くよ。うん、ありがとう。行く行く。ありがとう、ありがとう。楽しみ。わざわざ手伝いにしまってすまないね。お父様、わしゃ、あ、いや、僕はコトコさんのためやったら何だってします。池澤金之助です。銀太郎です。どうぞです。お前らはええねん。お父様どうか本当の息子やと思って何でも僕に言いつけてください。もう金ちゃん売り込みはいいからさっさと運んで。はい、はい、お願いします。やめて。はい、運びます。みんな本当に今日ありがとうね。今日みんなで来ようって言ったの金ちゃんなんだ。入江のことがあったからコトコを慰めに来たかったんだよ。そうなんだ。よし、タコの、うん、これこれお願いします。2階に、の2階ね。よいしょ、重い重い。2階2階、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大喜利、大喜利。さてと、これで荷物は全部運び終わったかな。おいさ、よし。いや、しかし立派なお家ですな、お父様。いや、亡くなった女房にも子供にも苦労させちまったけど、こうやって親子力合わせてやっとマイホーム建てられたんだもんな。やだ、もうお父さん、みんなの前で。なんか琴子の家ってお嫁に行くとき大変そう。大丈夫や、いつでもわしが婿養子になったるさかい。お父様、どうか今日からは実の息子やと思ってください。どうか親しみを込めて金ちゃんと呼んでいい。いや、みんな本当に今日はありがとうね。みんなのおかげでずいぶん早く片付いたよ。はい、さあ中入って飯でも食おう。今日はおじさん腕振るっちゃうよ。コトコのお父さん、本職だもんね。うわ、楽しみ。いただきます。はい、いただきます。ちょっと待って、ちょっと待って。うん、なんか変な音しない？しないよ。気のせいだろう。なんか嫌な予感がする。何やそれ。ん？流れ星？まさか、昼間なのに。流れ星に
撃たれた。本日12時ごろ、琴座流星群の一部とみられる固体惑星物質の落下がきっかけで、東京都内の家屋が倒壊しました。娘があれ何ってこう、被害者の相原茂雄さんのインタビューです。光って光ったものがこうあっという間にうちの屋根に落ちてですね、それでなんていうんですか、まあ、ガタガタって揺れたと思ったらもうなんかこうぐしゃっていう感じで壊れちゃったんですよ。いや、何か屋根に穴が開いたなと思った時は本当にそんな大した大きさじゃなかったんですけどね。いや、もうあの幸いにしてまだみんな外にいたんで、もしかしたら死んだ女房がもしかしたら救ってくれたのかもしれないですけどすいません本当にやっとの思いで建てた家だったんで、もう行き場所もないし。落下した隕石は直径3センチほどの小さな石ころだという調査結果が出ており、隕石の落下はあくまできっかけに過ぎず、家屋の倒壊はそもそも建設時の手抜きが原因だったのではないかと専門家は話しています。次のニュースです。あー、すいません、本日急遽お休みいただいておりまして、はい、またどうぞお願いします。はい、はい、失礼いたします。はい、元気出してよ、お父さん。せっかくここまで地道にやってきたのによ。またこっから頑張ればいいじゃん。こんな状況でどうやって店やれってんだよ。新しい部屋借りようにも貯金全部新居に使えてしまったし、大体火事や事故ならともかく流星群ってなんだよ。保険もりゃしねえよ。たくついてねえな。そんなことないよ、ついてるついてる。だってさ、私たちが新居に入った後に星が落ちてきたらみんな死んでたかもしれないんだよ。助かったとしても腕ダメにしたらお父さん二度と板前だってできなかったかもしれないし、そうなったらお店だって本当に終わりだよ。でしょ。それなのにこうしてかすり傷一つなく助かってんだもん。ありがたいことじゃん。こんなについてることってある？私たちものすごくラッキーなんだよ。ふっ。何？お前母さんに似てきたなと思ってさ。母さんも能天気な人だったよ。能天気ってもうちょっとマシな言い方ないの？だけどさ、自分の家が流れ星に打たれる可能性ってどのぐらいなんだろうね。流れ星ってなんだよ、その言い方。だって被害に遭ったって思うより流れ星が降ってきたって思った方がロマンチックじゃない？特別に素敵なことが始まりそうな気がしてこない？まったく、本当に母さんに似てきたな。はい、相原でございます。はい、はい、ええ、少々お待ちいただけますか。親方、親方と直接お話をしたいっていうお客様が。おお。はい、お電話かかりました、相原です。この度はどうも。え、いりちゃん。ああ、どげんしょったよ、生きとったとや。それ俺のことか。ああ、見とった。イリちゃん。あ、F 組の相原さん。あいつの家だろ、壊れたの。ニュース見た？あ、見た。新聞にも載ってた。この前、リエカに振られたばっかりだもんね。
琴座流星群に打たれた琴子悪いことって続くもんだね。何かに取り憑かれてんじゃないか。琴子琴子ごめんよ凛子さとみ琴子毎日みんなの噂の的だね。穴があったら入りたいってこのことね。それより落ち着き先決まりそう？大丈夫？ありがとう。それがね、なんかお父さんの親友って人のところにしばらくお世話になりそうなんだ。ほんと？そんな人がよくすぐに見つかったね。なんかニュース見てお店に連絡くれたの。わあ、いい人。よかったじゃん。きっとここからコトコも運が向いてくるよ。そうだよね。流れ星が落ちてくる可能性って何億分の1でしょ。今度はそれくらいのラッキーが降ってくるってそう信じる。よしだ。それでこそコトコだよ。そうだよね。募金お願いします。募金ちょっとでいいんだ。10円でもいいんで募金お願いします。じゃあもう5円でいい。5円でお願いします。募金お願いします。え、昨日琴座流星群の落下で家を失った3年 F 組相原琴子ちゃんのために愛の募金を行っております。同じ学校の仲間として琴座に打たれた琴子ちゃんに。バカだねあいつ。金ちゃんですからね。金ちゃんやめて。琴子さんご本人の登場です。昨日大変な目に遭ったばかりだというのに今日は明るく笑顔で登校。今日も可愛いです。泣かせるよお前んか。金ちゃんやめてもバカ。何言うてんねん。俺はお前のためを思ってこれ以上学校で噂になりたくないの。結局めちゃくちゃ目立っちゃって。これはますます噂になるわ。通してくれない？入江くん。何や入江、その口の聞き方は。琴子は今こっち傷ついてんねんで。誰のせいやと思ってんねん。琴座流星群のせいだろ。それはまた別の話や。元はといえばお前がえげつない振り方したからやんか。そんな強引な。それがきっかけで琴子の身にいろんな災いが降りかかってきてるんや。地球外の固体惑星物質が人に直撃する可能性は100億分の1。固体惑星？流れ星のこと？その100億分の1の出来事が俺のせいだとでも？そうや。金ちゃん、それ無理あるから。へえ、随分すごいんだな、俺って。募金すれば文句ないんだろ。はあ？バカにしないでよ。あんたみたいな人2年間も思ってたなんてもったいないことしたわ。あんたのお恵みなんて死んだっていらない。へえ、そんなこと言っていいの？いいに決まってるでしょ。大体ね、あんたそんな生き方して友達とかいるわけ？見てよ、私には困った時に助けてくれる友達がこんなにいるの。金ちゃんなんて、ジンコだって、サトミだって。コトコナイスやで。だからね、あんたにお世話になる理由なんて一つもないのよ。樋口一葉、樋口一葉、お願いします。何よ、F 組だからって。バカだからってバカにしないでよね。結局また有名になっちゃったね。あの入江直樹に喧嘩売る女の子なんてことこくらいだよ。嘘。どうしよう。そんなつもりじゃなかったのに。悪かったな、ことこ。学校早退させた上に引っ越し手伝わしまって。何今さら。こんな状況なんだからしょうがないじゃん。先生も事情分かってるし。おお、ここだよ、イリちゃんち。すっごきえ。イリちゃんはな、大会社の社長さんだから東大出てんだぞ。東大
出てんだ、うん、そんなすごい人なんだね。バーベキューできちゃうよね。アリエスフォミファ、あー、イリエ、あー、イリエか、イリエ、うん、イリエだからイリちゃん、なんでよりによってイリエ、ん、どうした、あー、なんでもない、どう、あいちゃん、いらっしゃい。どうしたん、遅かったやん。すまんすまん、瓦礫の中から荷物拾いよったらすっかりおそなしもうて。ほんとね。よう来たのほう。びっくりした。一人ごとです。あいちゃん、あら、うらやましい。お待ちしていました。いや、本当に起きてくれたね。もう自分の家と思って気兼ねせんでいけね。すまん、イリちゃん、本当にありがとう。いやいやいや、奥さん、よろしくお願いします。今回は災難でしたね。ゆっくりなさってくださいね。娘のことこです、よろしくお願いします。まあ、可愛らしいお嬢さんで嬉しいわ。うちは息子ばかりだから。息子さんがいらっしゃるんですか。後で紹介するわね。さ、中へどうぞ。ああ、入り入り、はい、はい、はい、どうぞこちらへ。お邪魔します。すごい、はい、どうぞ、ありがとうございます。かわいいこれ。あ、あ、ゆき、ほら、ご挨拶して、あやはらさんよ。あ、息子さん、かわいい。おっちゃん、こんにちは。はじめまして、僕、入江ゆき、小学3年生です。ああ、これは賢そうな坊ちゃんだ。よろしくお願いします。よろしくね、ゆきくん。お二人ともお疲れになったでしょ。さあ、こちらへどうぞ。行きます。行こう行こう行こう。はいはいはい。お邪魔します。さ、どうぞ。気に入ってもらえて嬉しいわ。さ、もっと召し上がれ。いただきます。しかし大きくなったな、琴子ちゃんも。ん、私お会いしたことあるんですか。まだほんの赤ん坊の頃だけどね、お店で見かけたことあるよ。お父さんの店いらしたことあるんですか。うん、もちろんだよ。俺とイリちゃんは地元九州の幼稚園時代からの大親友だよ。うちの家は共働きだったからね。それで愛ちゃん家に入り浸ってはいつも夕飯をごちそうになってたんだよ。で、大学の時は貧乏学生だったからね、もう板前の愛ちゃんにいつもご飯食べさせてもらってね。いや、本当愛ちゃんにはもうお世話になりっぱなしやったの。いや、何言うと。俺が店出す時、たくさんお客さん紹介してくれたのはイリちゃんやろうもん。いやいやいや、うん、東大の同級生、取引先の社長さん、今でもお付き合いのあるお客さんたくさんおるだぞ。今の俺があるのはイリちゃんのおかげったいな。お互い家庭を持って、子供を持って、仕事も忙しくなってちょっと疎遠にはなっとったけどね。あのニュース見てからびっくりしてね。まあ、あんな目にあったのは災難やったけど、こうやってまたね、愛ちゃんとご縁ができたのはもう本当嬉しいったね。そうですよ、琴子ちゃんも自分のお家だと思って遠慮なく過ごしてね。はい、ありがとうございます。琴子ちゃんとも不思議な縁があるみたいだしね。噂をすればなんとやら、お兄ちゃんが帰ってきたみたいだわ。お兄ちゃん、うん、あっ、あっ、どうした琴子。元気だな琴子ちゃんは。
ご挨拶が遅くなりました。長男の直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。聞いたわよ、琴子ちゃんとお兄ちゃんって同じ高校に通ってるんでしょ。ああ、そうだったんですか。これはどうも久保ちゃんお世話になります。ほら琴子、挨拶して。どうした琴子。だってあまりにもびっくりして、ひりちゃんさんと入江くん全然似てないんだもん。失礼だろ。いやいや、うちの息子たちはね、どっちも母親にだからラッキーだろ。もうパパったら。さあお兄ちゃんも座って。しかし二人とも無事でよかったの。うん、家におられたと。うん、琴子が呼び止めんかったらもうほんと家に入っとったわ。間一髪やが、うん、危なかったの。で、その隕石どれぐらいの大きさで。これぐらい、こんなちっちゃなもんだったよ。 3センチぐらい。うん、お弁当で家が一軒壊れるとかいな。でもよかったわ、琴子ちゃんもお兄ちゃんのこと知ってたのね。もしかして同じクラスとか。クラスは随分離れてるんだけど、ひょんなことから最近知り合ってね。ねえ琴子さん。まあそれはよかったわ、これからますます親しくなれるわね。お兄ちゃんってちょっと変わったところあるでしょ。どうか仲良くしてあげてね。お兄ちゃん、僕も今日の宿題終わったよ。そう、偉いな。でもね、一つだけ読み方が分かんない感じがあったんだ。今日はお兄ちゃんじゃなくて琴子お姉さんに聞いてみようかな。そうしたら、琴子お姉さん、漢字の読み方を教えてもらえませんか。いいよ、小学3年生だもん、大丈夫だよね。どうした。ゆきくんすごいね、小3なのにこんな難しい漢字お勉強して。あ、で、わからないのどれかな。これこれはね、これはうさぎに角って読むの。うさぎに角。バカじゃないの。これはとにかくって読むんだよ。高校生なのにこんなのも読めないのかよ。こら、勇気、なんてこと言うの。お姉さんに謝りなさい。とにかくお前なんて嫌いだ。こら、勇気。ベーで。こら、ごめんなさいね、あの子ったら。いえ、答えられなかったのは私なんで。いや、年頃の女の子に慣れてないから照れてるんだろ。気にしないでくれよ、琴子ちゃん。さ、気を取り直してね、琴子ちゃんのお部屋を見てちょうだい。ああ、それがいい。琴子さん、張り切ったんだから。こっちは。食べんじゃん、あいちゃん。これうまかねー。うん、うまかろう、うまかろう。ダジャレじゃないばよ、これ。じゃーん、どうかしら。あ、ダメ、気に入らなかった。あ、張り切りすぎちゃったかしら。うちって男の子しかいないでしょ。でも私
女の子が欲しくて欲しくてたまらなかったから、こういうのに憧れてたのよね。フリフリの部屋とかぬいぐるみとか。とっても嬉しいです。私早くにお母さん亡くしちゃったから、子供の頃からこういう女の子らしいものに縁がなくて。ほらお父さんああいう感じでしょ。だから服とか丈夫ならそんなんでいいっていう感じで、フリフリの洋服着てる友達とか羨ましかったな。なんかその頃の夢が叶ったみたいで。だから私も娘とショッピングしたり映画を見たりお洋服を交換したりとかするのが夢だったのよ。これからもずっと仲良くしましょうね、コトコちゃん。この部屋、勇気の部屋だったんだよね。え？おかげで俺の部屋に子供机が運ばれてきて、狭いのなんのって。もうせっかくいい雰囲気だったのに余計なこと言わないでよね、お兄ちゃん。だからさっき。とにかくお前なんて嫌いだ。ブー。コトコちゃんは何にも気にしなくていいのよ、自分のお家だと思ってね。はい。じゃあお兄ちゃん、コトコちゃんの荷物の整理を手伝ってあげてちょうだい。お母さんは夕食の準備をしなくっちゃ。今夜はすき焼きよ。コトコちゃん、すき焼き好き？好きです。よかったわ。じゃあまた後ほどね。はい。あの、さてと、何からお手伝いしましょうか。いいです、自分でやります。ああそうだったよな、俺なんかがあんたを世話する理由何もないもんな。あんたがいてもいなくても俺には関係ないから、俺の生活の邪魔はしないでくれ。流れ星に打たれる可能性は100億分の1。高校生の女の子が振られたばかりの男の子と同居する可能性は何億分の1だろう。それって特別に素敵なことの始まりなの？それとも、どうぞ。ありがとうございます。相原
うん、大丈夫です。食べて、食べて。そういえば、あやちゃんは朝パンでよかったかいな。米の方がよかったかいな。いやいや、新鮮でええよ。ほんと？うん。食って食って。うん。なんか、海外旅行に来た気分やね。モナコみたいやろ、モナコ。モナコ？もうモナカやなかよ。あのモナコグランプリ。私、あの入江くんと朝ごはん食べてるんだ。ごちそうさまでした。あら、もうそんな時間？ことこちゃん、あなたも一緒に行ったら？同じ学校なんだから。はい、うん、はい、お父さんと向かい、ごちそうさまでした。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あのさ、はい、俺から離れて歩いてくれる？なんで？パンくずつけてる女と一緒に歩きたくない。最低でも2メートル離れて。学校までのコースは俺の後ろについて一度で覚えろ。当然一緒に住んでるなんて誰にも言うなよ。学校でも一切話しかけんな。そこまで言わなくったって。これ以上くだらない噂に巻き込まれたくない。くだらないって。俺、頭の悪い女嫌いなんだよ。悔しい！こんなやつに一目惚れして2年も片思いしてたなんて。絶対に彼を見返してやろうと決意する私なのでした。実際にも弱みってあるんだ。期末テストまで1週間、私に勉強教えて。お前みたいなバカを100番以内にするなんて無理に決まってんだろ。あいつ新しい家に引っ越したからなんかおかしいと思わないか。もう別のとことイチャついてるよ。あの子このままじゃ何か大切なものをなくしてしまうんじゃないかって気になるのよね。相原、入江の野郎、気が変わって琴子に付き合いたいとか言い出すんちゃうか。入江君、